任せとけって。これを選んだのはいい判断だ。大活躍しちゃうんだから。これが実力の差だ。ちゅうもんや。
達成を確認。通常任務へ戻れ。よし、問題なかったな。やったぜ、植物だ。ここには水と植物が育つ環境がある。これを食う動物もいるはずだ。よし、この実をもぎ取って、あとは近くにいる動物を飼って戻ればいいよな。何がダメなんだ。これをそのまま持って帰るだとか、なんだってそんなことを。拠点でこれを育てて増やす。勝負は二の次だってのか。勝負に勝って艦長に認められたい。俺はそれだけを考えていた。あれはいつも俺より少し先を見てるんだな。そっか、だから艦長はお前を。一本取られたな、こりゃ。戻りはルティナとイズナの方が早かったな。くそ、さすがにあれを担いで帰ってくるのは時間がかかっちまったな。にしても両方ちゃんと食材があったなんて、ヒュペリオンさんの指示は的確だったのね。艦長が信頼するだけのことはありました。まぐれな気もするけど。いやいや、まぐれではありませんぞ。それを証明するためにも、次は調理の腕前をお見せするとしましょう。お、どっちもうまそうじゃねえか。さあどうぞ召し上がれ。ああ、くったくった。俺たちの勝ちですか。いや、私たちですよね。ん？ああ、どっちもうまかったぞ。え？勝負は引き分けでいいんじゃないか。引き分けか。つまりどちらの食材も美味しく調理した私が勝者ということですな。なんでだよ。なんかもう勝負とか関係ないわね。
喧嘩するよりいいのでは。これで食料問題も片付きそうだな。ゲテ者だったらどうしようかと思ったが、これならコールドスリープから起こす人員を増やしても大丈夫だろう。それには食堂の拡張も必要でしょうな。そちらも進めていきましょう。さて、忙しくなりそうですぞ。引き分けだったけど、感想は？そりゃ気楽になんてやれないよ。バディと別行動だったんだしさ。いい勝負でしたね。いや、負けだ。負け？俺にとっちゃあいつとの勝負の方が重要だったんだな。どちらへ？身も心もまだまだ鍛えねえとな。俺にはクリアすべき課題がある。それが セイルって、ああ見えて真面目だよね。妥協しないっていうか、バディも少しは認められたんじゃない？文句のつけようがねえな。